感謝家の瀬戸恵子です。賢く生きるシリーズをお届けしております。今日は15回目ですね。素晴らしき日本2、前に1がどっかにあります。これは2015年に、日本にロタ島から帰国した時に書いた貧乏万歳幸せ術、知的貧乏生活のすすめという小冊子があるんですけども、それを賢く生きるというところに手直ししながら、まあ、その時の原稿を読みながら、付け加えてお話をさせていただいております。今日は15回目、素晴らしき日本2です。日本人は世界中どこに行っても好かれる国民です。その大きな理由はマナーが良いことが挙げられますが、それは調和を重んじる日本人の心であり、日本の治安の良さにも関係していると思います。治安が悪いといつも計画していなければならないので、道徳やマナーよりも身を守ることが優先されますし、防衛のためと称して自己主張も強くなります。欲望が渦巻く繁華街や外国人が多く暮らす地区に一人で入り込まない限り、日本の治安は安全です。ですから危機管理に対して学んでいないため、海外旅行に行った際に被害に遭うのは断然日本人が多いので注意しなければなりません。外国人が日本に来て驚かれるものの一つに自動販売機が挙げられます。商品とともに放置されているお金の貯金箱は泥棒にとっては魅力的であり、時々外国人による盗難事件を引き起こしたりしますが、自動販売機の存在は日本人からすれば当たり前の光景であり、現金を盗もうとする感覚は持ち合わせてはいません。商店街などの扉もショーウィンドウも鉄格子がなくても閉店後に壊されることはめったにありません。小さな子供が一人で外を歩くこともできますし、夜間女性が一人で歩くこともできるぐらい日本の治安は守られています。アメリカでは児童の送り迎えは親の義務となっておりますし、13歳以下の子供を子供だけで家にいさせることは法律上禁止されています。それだけ子供を狙った犯罪や誘拐事件が多いという証拠です。近年問題になっているお年寄りの徘徊問題にしても、地域社会で守ろうとする動きが強いので大事に至ることは少ない日本。もし治安が悪い国であれば、すぐに身代金を要求される事件に発展し、怖くて外出できない状態になりかねません。そんなことが起きない日本は安全であり、和の心を持っている国民なのです。はい、2015年の原稿だからね、ずいぶん変わりましたね、この6年で。はい、マナーが良いことが挙げられます。はい、それはね、そうですね、和は調和を重んじる日本人の心であり、日本の治安の良さも関係していると思います。はい、6年前はそうでした。今はもうすでに、まあコロナのことであれですけど、でもこれからはどんどん治安悪くなりますよね。海外、外国の人を受け入れ、移民受け入れしてますからね。もっとなんて、北海道なんて中国になるのは時間の問題だろうと言われてるぐらいですね。大阪も危ないですかね。で、この調和を重んじる日本人の心って確かにそうだと皆さん思っていたんです。でもこの2年間のコロナのところで言えば、要は何、骨抜きにされていたってことなんですよね。それが今発覚して分かって、で動き出す人は動き出して目を覚ませよとやっているけども、もう眠ってるまんまの部分の人もただおります。分かっていても自分の生活、身を守るために本当のことを言わない、
言えない、ね、そういう人たちいますけども、人類日本人が絶滅してしまうたら皆さんも同じでしょっていうさ、 いなくなる前に声を上げないとどうするんですかっていうところですよね。治安の良さにも関係、はい、でもこれはどんどん崩れていくし、調和を重んじる日本人の心というのは、言ってしまえば昔はそうだったかもしれないけども、同調圧力に負けて何も言えない、意見を言えない、ね、お役所国の上の人たちが言えば、それをイエスイエスと言っている、ただ単に自分の意思がなく生きている人たちって言われても仕方がないなというところに今はなっています。もともとは和を重んじるのはもともとはあったと思います。で、そうですね、自己主張ももっと強くならないとダメでしょうね。欲望、はい、繁華街を、そうですね、まあまあそうです。本当ニューヨークに初めて行った時とかびっくりしましたよね。普通の商店街でもやっぱり閉めると鉄格子入ってますからね。そうかと思えば日本って全然平和ね、平和だ。でもそれを今となっては、今いろいろ勉強したなったとしたら、日本人が本当のユダヤ人ね、品の唯一神の遺伝子を持っている、国民民だからというところでしょうね、うん、今となってはそういうことでしょうね。もう見本となる、だから日本が本当は見本とならないといけないわけですよ。でもその見本となる日本人を骨抜きにしようというのが、まあ、75年前第二次世界大戦が終わって GHQ が、日本人を骨抜き計画 3S 計画計画、スクリーン、今だったらねショービジネステレビですわね、スクリーン、スポーツ、セックス、この3つだけに集中させて、もう愚民、白痴化、おバカさんにするように成果、ね、その政策ですよ。75年かけて、それがものの見事に成功しているのが今ですから、一刻も早く目覚めたいとすれば、もうテレビは見ない、中華だけ抜いて、まあ、DVD とかはいいですけど、ね、テレビは教育のマシンですから、ね、教育イコール洗脳マシンですから、そこで恐怖を植え与えられ、もう結局恐怖って言ったらもう支配されるしかないじゃないですか。そこを破って自分を取り戻すというのが今早急に求められていることなので、テレビ見てハーンって、でも NHK とかね、そんなのほほんと生きてたらやられちゃうよチコちゃんにとかね、本音は言ってるんですよね。そういう意味で、で危機管理に関して学んでいないと本当そうで、例えばやっぱり海外行ったらね、このバッグなんていつもこう座るとしたって足とかにかけますしね、大事なものはこうウエストポーチにとかね、そういうことですよね。いまだにまだオレオレ詐欺ってあれ何ですか。普通だったら、だからそこではオレオレ詐欺に関して言えば取引してるんですよ、ね、おばあちゃんおじいちゃん俺だけどこうこうこうだから示談にしてくれって、だから取引してるわけですよ。だから騙され、取引っていうことは、だったらあんたその悪いことしたら警察行きなさいとかさ言えばいいじゃないですか。それを穏便に穏便になんてするから騙されちゃうわけですよ。だってそこで不正を働いてるわけだから。でもっと言えばなぜ確認しないんですかと。相手はもちろん巧みですよ、巧み。でも何でもかんでも信用するっていう、はいはいはいって生きてきてしまったところにも問題あるっていうことなんですね。だから騙される人っていうのはある意味騙す要素があるから騙されるんですよ。でそうでしょ、取引するってことは騙すわけだからね。だから本当にお年は関係ないんです。若い子でもね、あと関係ないんです。ちゃんと行きましょう、うん、っていうところなので、それ縁を切るっていうことなんです。そうするとよく私が言ってますけど、学んで気づいてしまえば今の仕事ができなかったりするんですよ。ね、人を殺す加担をしてるんだなと思ったら、でもそこでもう潔くやめていかないと、うん、っていうことなんです。だから私100種類300箇所とかやってるわけですよ。この仕事ってこれ違うよなとか、やっぱり自分でやる仕事が一番、うん、責任取れるから。でも会社の例えばブラック企業の企業に働いてる人って、辞めない自分が悪いでしょ、自分を大事にしてない、家族がうんぬんなんていうね、それでそれはエクスキューズ、言い訳であって、うん、自分を大事にする、本当にそれやっていいのかなといったら、大企業はほとんどみんなだってダメじゃない。
食品添加物毒打って子供に毒打ってくねお金儲けてるんだから、そう考えた時にどうですかっていうところなんですよ。そこを問われてるわけです。はい、そうは言ってもっていうのは言い訳しかないんですね。はい、まあ、結局最終的にあなたは何してましたかってね、私は死んだことないから分かりませんよ、でもよく言うじゃないですか、最後の審判っていうのを。じゃあなたは何してたね、それこそ1億貯めましたって言ったらブーで、はい地獄行ってくださいでしょうね、もちろんお金貯めるもんじゃないし、なんで世のため人のために使わなかったんですかってなるしね、うん、そういうことなんですよ。いやそれを気づいたところから修正ですから、気づかなくてやってしまったらまあ100歩譲っていいかもしれないけど、そうなった時にどうしますかっていうところが求められていますね。で、そうですね、あることはそれで、ちょうど今日後でこのシリーズじゃなくて言おうとしたことが、やはりここでもシンクロニシティ、偶然なる必然、あ必然なる偶然、ね、子どもの誘拐とかここら辺の話を、賢く生きるではなく自立成長のところでお話ししたいと思ってます。はい、これ私も6年前は知らなかったこと、この6年間日本にまた帰ってきていっぱいまた勉強しましたからね、どれだけだから日本はほぼほぼ全部問題なんです、全部ですよ。はい、そのことは、お話別のあれでお話ししようと思います。はい、子供が犠牲になってます。で、お年寄りの徘徊問題にして、そうだから昔はもうね、例えば地方なる前に寿命だったんですって。うん、それをやっぱり薬でさ延命してるわけですから、そういった意味では、でもやっぱりその何本当のものをねちゃんと食べて、メンタル的にもちゃんと何て言うし健康に自分でしてる人たちは、病気とかだって病気は病魔ですから、魔とは縁がないからね、ピンピンと生きてるわけですよ。だから一番はもう食、うん、だけどまあいや一番は生き方、生き方、生き方、縁を切ること、もう今年しかないんじゃないですか、あと1ヶ月あります。まああとはこうして、まあ、言ってしまえば旧暦の、今年まで、うん、とにかくこの 1,2 ヶ月でどんどん学んで消化して浄化して新しい世界、愛の世界に行く準備をしてください。そうじゃないと言い訳は通じないのでね、それだけは言います。はい、ということで、身代金、そう、怖くて外出、そうですね。そんなことが起きない日本は安全であり、和を心を持っている国民なのですと。もともとはそうでした。ね。安全ではないでしょう。もうすでに。だけど、本当の事件と作られた事件があるんですよ。そういう意味では。恐怖を煽るために。ね、今でも地震のパワーパワー鳴るでしょ。そうするとフラッシュバックで、例えば阪神・淡路大震災の時、あとは 3.11 の時、あの音を鳴ることによって思い出すわけです。フラッシュバックするんです。だから普通の、携帯とかは鳴らないでしょ。テレビでしょ。ラジオも鳴るかな。だからテレビ見なきゃいいんですよ。携帯まで来ないから。うん、携帯来てないから、そのエリアにいないからかな。テレビだと全国放送で言ってきますからね。そのたんびにフラッシュバックで、ああ怖い。怖い、もう日本沈没のテレビやってるしってなるわけよ。私昔阪神・淡路大震災の時に、躁うつ病になったんですけど、テレビの前から動けなくなりましたからね。私は木だとしたら木から水分が吸い取られてもうカラカラになってもう動けない状態、うん、それがメディアの力なんですよ。イメージの力なんです。だから映像ってそれだけエネルギーっていうか、うん、そうエネルギーがあるんですよ。だからもう有害なものはもう捨てる、あるから見ちゃうんだから。でチューナーだけうんぬんっていうのがあれだったら、 DVD なんて見ないんだったらもうリサイクルショップ持ってってもらってください。それが身のためです。はい、というところで、何でしたっけ、治安ね、治安もこれからはもう無理でしょ。素晴らしき日本なんてもうほぼほぼだって今問題なんだもん。であとでこの子どもの問題に関しては、別のあれで言います。自立成長大人塾の方で。でもうここら辺本当のことを言っとかないと皆さんね、そのうちドンと出てくるんで、ショック死、パニック障害、ショック死、躁うつ病一気に来ますので、とりあえずこのチャンネルをね、
あのご縁があってご覧になった方はラッキーってちょっと免疫をつけておくと、ああやっぱりそうだったのかで、あのだいぶ軽減されます。そういった意味であえて内容も言ってないしタイトルも書いてないし、そういうのだともう YouTube はもう検出されますからね。あと Google Earth、 あ、じゃあ Google も全部ダメなの。もうそういうあの不都合なあれは出ないようになってるんですよ。なのでごまかしながらやってるので、まあそれからまた自分の人生ですから自分で紐解くしかない。でと何回も言いますけどトップの方の記事は工作員が書いてますから何枚めくって本当かな、で反対意見が出るまで探せばいいのよ。ワクチンは安全ですってね公に言ったとしたら反対のを探してみる、それで反対の意見を見てみるっていうことなんです。今も日本全国普通の主婦の人、ね、子供を守るためにみんな立ち上がってます。そういった意味ではなのでまずは自分でちゃんと調べることから始めましょうということで、15回目の、なんだっけ素晴らしき日本2をお届けしました。ごきげんよう、ありがとうございます。